はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。この先月発売された小説暗殺過去幻冬舎がベストセラーになっているらしいんですね。安倍晋三元首相暗殺事件を題材にしたサスペンスだがですね、うにゃうにゃって書いてあるんですけど、これがですね、8冊16万5000、すごいやん、すごいやん。僕の本一番売れて4万部ぐらいですからね。ほんまに。まあこれは小説ですけどね。でそのね、やっぱりね、いまいちね、僕はそんなんで、ね、他にこう何と言いますかね、こう疑いようがないやんと思ったんですけど、なんか不思議なことやっぱりいっぱいあるわけですよ。この人がおっしゃるみたいにですね、要はこう命をですね、奪ったあの弾丸が出てきていないんですね。で奈良県警とですね、そのあれな、奈良県立医大とですね、奈良県警のですね、あの所見にこう違いがあるわけですね。でね、なぜあそこでですね、の演説をですね、立憲の泉さんは許可されなかったのに安倍さんは許可されたかとかね。で、あとですね、この裁判、の山中でしたっけ、ですね、そのあの裁判がですね、未だに開かれていないんです。だって事件が起こって2年間ですよ。2年経ってるのにですね、まだ裁判開かれないですね。で、なんでなんというですね、事実に争いようがないんですよ。多分、あいつが犯人ちゃうなんていうふうな争いの仕方せえへんし、本人はやってるわけでしょ。やってるというか、自白というか、犯行を否定してるわけちゃうでしょ。なんでですね、不思議なことがいっぱいあります。不思議なこと。でもね、逆にね、あそこで計画的に何かこう陰謀めいたことがあってバックにね、ほんで、あの人が単独でやったと違ってですね、例えば誰かがですね、どっかのですね、建物から狙撃したのかというとですね、まあ、それにしてもちょっとですね、無理があるような気がするんですね。なぜかというと、安倍さんがあそこに立つというのは前日スケジュール変更されてるんですよ。ということはですね、その準備をする時間がほぼないわけですね。でその山中被告ですかがですね、その当日犯行に及ぶというのもですね、前日あそこでやるのな、行こうみたいになって考えたわけですよね。で山中被告と連携をしていなければですね、山上被告と連携をしていなければですね、隠れて狙撃するなんてことはできなかったはずなんです。山上被告をですね、知っててですね、あいつ利用したろうと思ってるんであればですね、前々から安倍さんを襲うということを知っていなければいけないわけですね。あるいは山上被告は誰かに示唆されてですね、思想されて、あるいはであの犯行に及んだのかもしれない。その場合であれば裁判で明らかになるでしょう。明らかになるというかですね、裁判で何か言い出すかもわからないでしょう。山上被告は実は誰々にそそのかされたんやみたいなことを言うかもわからないでしょう。でこれね、警察にとってね、まずね、警察にとって山上被告の単独犯でなければ絶対にいけないんですよ。なぜかというと、今更複数犯やったとか言うたらですね、なんでそれが分からへんかったんやというのとですね、犯人は何してんねん、お前らなんで捕まえへんねんということになるでしょう。だから警察の都合上ですね、山上被告の単独犯ということにしなあかんわけですけど、まあ、それにしてもですね、命を奪った弾の方が出てきていない。なんであんなところでね、弾が出てけへんのということですよ。だって撃った位置と安倍さんがいた位置が上がってるわけでしょ。弾はこうしか飛ばへんやん。そうでしょ。で貫いたんやったらですね、その方向にしか行かないはずなんですよ。物理の法則から考えてですね。なんでですね、
もしかしたらですね、その山上さんとか山上容疑者の犯行であって、他にも容疑者がいる可能性がゼロではなさそうなんですよね。ただなんかいろいろと無理があるような気がします。で警察は大変なミスをして、それをですね、覆い隠そうとして、ですね、またそのおかしなことになっているのかもしれません。だって警察ってそういう時にものすごいずるい組織ですからね。自分たちを守るということに関してはですね、こんな犯罪を見逃す程度のことは平気でやらかしそうですからね、日本の警察ってのは。なんでですね、あれ警察の大失態なんですね。で、まあ言ってみればですね、守ってるのはですね、警視庁の SP 以外1人と、あとは奈良県警やったんですね。なんで1人しかおらへんのっていう話にあの時なってましたよね。で、奈良県警の手配した警察官っていうのは基本的に普通の警察官であってですね、 SP の訓練は受けていないはずなんですね。SP の訓練を受けているのはですね、その警視庁がつけている人だけだと思うんですけども、まあその人一体何やっててんみたいな話になってて、ですね、あれですけどもですね、やっぱりね、変なとこはあるんですよ、ね、変なとこは。だから疑わしいとこは疑わしいんですけど、これ、なんて言いますかね、きっと真相が明かされることはないんちゃうんかなと。ただどう考えてもよくわからんのは、山上被告の裁判が始まらへんというところなんですよ。なんでみたいな。なんででしょうね。ちゃんと弁護士ついてると思いますよ。多分国選やと思いますけどね。国選の弁護人がついてですね、あれ疑いようがないわけですよ。殺人です。他に何があるの、その中身を疑えないですよね。殺人を傷害致死に傷害とかそういうふうなことはないと思うんですよ。明らか殺人であって、で犯人は明らか山上さん一人、あの現場の状況から見てですね。なんですけど、なんでそんな簡単な事実関係があるのに裁判が開かれないの。で、あとは山上さんの精神鑑定ですけど、鑑定してるという話伝わってきてませんね。おかしい。僕はね、そこが一番おかしいと思ってるんですよ。丸2年でしょ。で、まあ、あとはね、そのあれなんですけどね、統一教会との絡みでですね、統一教会の解散がはっきりしないわけですよ。そのあたりとの絡みでですね、裁判で山上さんがどんな証言をするか、統一教会絡みのですね、証言が出てきて、それがなんともですね、政府の都合が悪い内容が予測されるんであればですね、それはですね、申し訳ないで、やばいからですね、言わさないために何かいい方法ないかと考えている可能性もあるかもしれませんけど、それでもそれ本筋と関係ないでしょ。山上被告が撃ちました、安倍さんが当たって死にましたっていう本質とは関係ないわけであって、動機の部分であってですね、動機はねはっきりしてた、だって関係はっきりしてるわけですからね。いやー、なんかこれはちょっとやばい空気を裏に感じますね。はい、まあちょっと注目してないと見てみたいと思います。もしかしたらですね、本当に何かですね、ものすごい陰謀論みたいなことがですね、後から出てくる可能性もありますけどね、大スキャンダルですよ、そうなったら。はい、ということでですね、一応このザクザクのですね、安倍元首相襲撃事件、多くの人がどこがおかしいと思っているというですね、記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどう思われておりますか。